メフメト一世、メフメト一世、マメドアイもしくは、マメドセレビーから1421年5月26日は、オスマン帝国の第五代皇帝、スルターン、在位、1413年から1421年、第四代皇帝バヤジと一世の子、天ガ王、チェレビーの別名で知られる。分裂した帝国を再統一し、 短い知性の中で国家の再建に注力した皇帝として評価されている。バヤジと一世の子として生まれる。父バヤジと一世の存命中には、アマスイアの知事を務めた。1402年のアンカラの戦いで、父のバヤジと一世がティムールに敗れて、捕虜となる。この時メフメトもバヤジとに従軍していたが、トルコ人兵たちに助けられて、無事に戦場を脱出することができた。 アンカラの戦いの後、メフメトは自身の認知であるアマスヤを拠点とした。ティムールの軍はアナトリアに長くは留まらず、エーゲ海沿岸部に到達した後に撤退したが、かつてオスマン帝国に併合されたベイリク、訓行国がティムールによって再興され、アナトリアのオスマン帝国の領土は祖父村と一世以前の規模に縮小していた。また、メフメトの三人の兄弟が、 以下の地によってそれぞれ定位を主張していた。足掛け11年にわたる、オスマン帝室の兄弟間で君主の地位をめぐる、闘争が起きた、この時代は、空位時代、もしくは、危機時代と呼ばれる。スレイマンが譲歩と引き換えに、ビザンツ帝国、東ローマ帝国皇帝マヌエルにセイラ、バルカン半島のキリスト教国の君主と同盟したのに、大使、メフメトラ・アナトリアを拠点とする王子は、 オスマン帝国のガーズイー、イ教徒と戦う、信仰の戦士の伝統を掲げて、大義名分とした。メフメトはイーサーを攻撃して、ブルサ、イズニクを奪取し、彼をコンスタンティノープルに放築した。長兄のスレーマンはメフメトを牽制するため、1404年にイーサーに軍を提供して、アナトリア派遣するが、メフメトは二度の戦いで、イーサーに勝利を収める。 1404年頃にイーサーの消息は途絶えて、彼が率いていた軍はメフメトに吸収された。イーサーの派遣と同時にスレーマンは1404年にバルカン半島からアジア側に侵攻、ブルサやマルマラ海沿岸部の都市を占領し、後継者争いにおいて当初はスレーマンが優位に立っていた。メフメトはオスマン帝国のライバルであると同盟し、スレーマンからの攻撃を抑えた。 メフメトはティムールによって復興されたアイデン公国、サルハン公国、テケ公国、メンテシェ公国を破り、再び総資権を認めさせる。1409年、スレーマンを攻撃するため、メフメトは弟ムーサーをバルカン半島に派遣した。ムーサーはセルビア、ワラキアと同盟し、ワラキア、セルビア、ブルガリアからなるバルカン諸国の軍勢を率いて、 エディルネのスレーマンを攻撃した。ムーサーの侵攻を知ったスレーマンがアナトリアからヨーロッパに軍を返したため、メフメトはスレーマンが有していたアナトリア西部を制圧することができた。1411年2月にスレーマンはコンスタンティノープルへの闘争中に戦死、勝利したムーサーは貨幣に自らの名を刻んであるを称し、スレーマンがバルカン諸国に返還した領土を奪い返した。 ムーサーは、イラン出身のスーフィー、イスラームの神秘主義者、シェーフ・ベドレッディンを、カザスケ大法官に起用すが、ベドレッディンの主張する財産の共有化とハレムを除く、私有財産の廃止を唱える、共産主義にも類似する思想は、貴族、富裕層、イスラム神学者からの猛反発を受けた。ベドレッディンは、異端と宣告され、彼を保護する、ムーサーも不利な立場に立たされる。 メフメトは、ビザンツ皇帝マヌエル二世、セルビア皇、ステファン・ラザレビチと同盟し、1413年7月10日にで、ムーサーを捕殺した。帝国の再統一が達成されると、メフメトはこれまで名乗っていたチェレビー、王子やエミールの称号に変えて、正式に、するターンを称した。メフメトはムーサーに勝利した経緯から、ビザンツ帝国に対して、知性を通して、 友好的な態度をとり、メフメトの在位中ビザンツ帝国には、束の間の平和が訪れる。ヨーロッパ側での混乱を収集したメフメトは、外敵の攻撃と内乱で混乱するアナトリアに、帰還した。アナトリアでは、カラマン公国が協定を破棄して、オスマン領内に侵入し、かつてのムーサーの将校ジュネイトがイズミルを拠点として、反乱を起こしていた。イズミル攻撃。 二度にわたる今夜包囲を経て、1416年にカラマンを降伏させ、ジュネイトをイズミルから追放した。今夜包囲の後、アクシェヒルをカラマンから脱会する。また、同1416年には、ゲディボルで、オスマン海軍とベネツィア共和国の艦隊との間に、戦闘が起きる。オスマン海軍は、決定的な戦果をあげられなかったものの、 司令官が戦闘で負傷したベネツィア艦隊は、ボズジャーダ島に撤退した。オスマン、ベネツィアの間に、捕虜の交換を条件とした講和が成立し、オスマンは、ダーダネルス海峡の正解形を回復す。また、メフメトは、関係が悪化した、ハンガリーの攻撃に備えて、ハンガリーとの国境、ボスニア方面に城塞を築くが、ドナウ川向こうの北部に領土が拡大されるのは、 時代の村と偽以降のことである。1418年から1420年にかけて、アナトリアとバルカン半島のオスマン領で宗教反乱が起きる。エーゲ海沿岸部ので、トルコ人イスラム教とベルクリュセムスタファとユダヤ人のラビ、トルラクラが、かつて、ムーザーの保護を受けていたシェーフベドレッティの思想に共鳴して反乱を起こし、彼らはイスラム教、キリスト教、 ユダヤ教の統合を主張していた。党のシェフベドレッディンは、メフメトの即位後に、イズニクに送られていたが、ムスタファラが反乱を起こした後に、イズニクから脱走し、ワラキアのデリオルマンに移動した。ワラキア講師の支援を受けたベドレッディンは、デリオルマンで反乱を起こし、メフメトによって、バルカン半島に強制移住させられた、トュルク系の遊望区民らも反乱に参加した。 カラブルン半島での反乱は、息子の村とによって鎮圧され、ベドレッティンは大最小のバヤジ突破者によって捕らえられ、処刑された。メフメトは、自分の兄弟であるムスタファを名乗る人物の討伐に、向かう。1419年に、バヤジと一世の王子ムスタファを名乗る反乱者、ニセムスタファが現れ、ジュネイトがニセ、ムスタファのもとに合流する。メフメトは両者を破り、 偽ムスタファは、コンスタンティノープルに亡命した。偽、ムスタファの亡命先である、ビザンツ帝国に対しては、オスマン側が、毎年一定額の費用を支払うことを条件に、ムスタファを監視下に置く取り決めがなされた。1421年5月26日にメフメトは、没し、息子の村とが、ブルサに入場して即位するまで彼の死は否得された。 メフメト一世の知性は、オスマン宮廷内で、トルコ人貴族が牽制を振るった最後の時代とされている。メフメトは即位後、人種と宗教が入り乱れる国内の諸勢力から、チャンダルル家を代表とするトルコ系の有力者を優遇した。一方、バヤジと一世に主観していたキリスト教徒は、宮廷から追放され、デブシルメによって徴用されたエニチェリの拡張は行われなった。 メフメト一世の知性では、帝国内でのダルビー、シュ、スーフィーの修道像の影響力が低下し、スンナ派の影響力が徐々に高まっていった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。